今回年末のスペシャル版として豪華なゲストに来ていただきました。 YouTube いつも見てるもん。ありがとうございます。結構ひでえことやってんなと思ってただ俺はね、堀江さんのやってる仕事ってよく分かんないのよ。ライブドアやって日本放送かなんかで結構おっかないのが出てきて、富士山系グループ結構ね出られてましたよね、うん、だって俺はあのしかないや春尾さんに直接行って秘書にえらい怒られたけどジャニーズはもうよく番組来るけど誰でも知ってる話で、独占企業だから鍋風呂でも何でも若い男の子のグループで歌って踊ってはダメなの。ちょっと前はきつかったね、ジャニーズ事務所ってのは。いや徹底してましたよね、うん、そんな厳しかったんですか。いやいやもうやばいよジャニーズは。ただもう彼らはアメリカ行けないですよね。逆にあそこまで戦国武将のボーイズラブ的な描いたのって初めてじゃないですか。下品の塊なんだよ戦国大名大名なんてって思う。そういうような撮り方しちゃってそれが受けたのかも。たけしさんの映画って面白いのが多いですけど、松本さんのやつって僕全然面白くないんですけど、それなんでなんですかね。はい、堀江さん、神谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回年末のスペシャル版として豪華なゲストに来ていただきました。芸人で映画監督の北野武さんです。本日はよろしくお願いします。あれ年末で俺に呼んでもしょうがねえ。いや大したもんじゃないけど。いや、たけしさんが来られるって言うんで首見ました。いいね、俺だって YouTube いつも見てるもん。ありがとうございます。結構ひでえことやってんなと思って面白かった。あの井川さん呼んだり、はい、井川さんこの番組で井川さんを呼んだのですね。見たり見て、はい、楽天の悪口やって終わりやってあれはちょっとやべえぞと思ってすごい面白かった。ありがとうございます。本当ただ俺はね、はい、本当のこと言ってね、はい、堀江さんのやってる仕事ってよく分かんないのよ。ライブドアってのは知ってるんだけど、はい、ライブドアやって日本放送かなんかで結構おっかないのが出てきて、はい、平田さんたちだと思うんだけど、はい、富士山系グループとか、まあね、はい、富士山系グループ結構ね、はい、出られてましたよね、うん、俺はあのしかないや春尾さんに直接行って、はい、うん、その当時制作会社の AD がよくやってたの、正社員にしてくれませんかってわざわざそいつ連れて秘書にえらい怒られたけどいやもうだから鍋常を敵にして日枝さん敵にしちゃったんで大変だったんですよ。たけしさんってジャニーズと絡んでます？ジャニーズはもうよく番組来るけどあれはもう誰でも知ってる話で、ほいでジャニーズは独占企業だから他の事務所が鍋風呂でも何でも若い男の子のグループで歌って踊ってはダメなの。それをやった瞬間にホストってなるの。お前んとこ一回太田風呂でお笑いの若いやつを集めて、はい、あのユニット4人組のあれ作った瞬間にジャニーズから来たんだからおどう見たって可愛くないんだよこんな感じだからそれがこんなやつを 歌って踊って笑われるだけなのに、それでもダメだったんだから、はい、いや徹底してましたよね、うん、そんな厳しかったんですね。いやいやもうやばいよジャニーズは。だからもうテレビ局にもうがっつり入ってるし、ただもう彼らはアメリカ行けないですよね逆に、うん、あれをやっちゃったから、うん、あれがもう明るみになっちゃったんで世界で、あれ BBC にやられたらしいですよ。そうそうそう。ただその BBC が5年前に日本支社を作ったんですよ、うん、でその時から狙ってたみたいですね、うん、要は今の日本人っていうか若い子たちってテレビ見ないから逆に YouTube とか見てるんで海外のニュースに結構関心があるらしいんですよ。日本のテレビ局って日本のニュースしかやらないじゃないですか。ネットはもう本当韓国の情報だってアジアの情報だって世界中の情報が流れてるんで BBC の視聴者数も多くなってきてたトレンドだったらしくて、それで日本支社を作って日本でどうやったら BBC の立場が上がるかって考えてジャニーズだってなって、あれはだから BBC に狙われたんですよ。あのジャニーさんの俺格好してコントやったの俺だけだと思うこれ帽子かぶってこうやってヘイユーって言って超見たい、あのホタテ貝持ってあげるんだけどこの間でも首のあの記者会見でもネタにしてましたよね外国人記者会見ですかね。そう、はい、もうちょっと前はきつかったねジャニーズ事務所ってのは。きつかったんすよ。日本の事務所も森進一とかみんな干された昔はあの
いっぱいいるよね。いっぱい干されましたよね。独立しようとして、うん、いやだからね、みんなダメになった。郷ひろみさんは奇跡的に助かりましたけどね、うん。バーニングの置かないとこ行ったから。そうそうそう。置かない者同士でやった、ね。置かない者同士でね。はい、ということで今回ですね、今、北野武さんがですね、監督作品の映画が今公開中なんですけれども、北野作品がヒットする秘訣、そして今年大きく動いた日本の芸能界、あとはコンテンツ産業についてもこの後語っていきたいと思います。まずですね、この首が公開中でもうご覧になった視聴者の方もいるかと思うんですが、これ改めてですね、首の説明していただきます。どうにか俺の映画って本当当たんないもん。昔からよく撮らせてくれるなと思うけど、それ制作会社、映画の制作会社儲けてるのかもわかんないけど、あんまり歩合っていうのはやんないんで、一本いくらの監督とあれ脚本代とかもらっちゃうから、儲けてるやつもいるんだけど、失敗しても俺は責任取らないんでいいんだけど、首はまあまあ喜んでるみたいだね。あ、結構。いや、僕も見たんすけど、めっちゃおもろかったっすよ。私も見ました。はい、あ、すごい、あ、めちゃくちゃでしょ、ひどいでしょ、あれ。いや、もう最初びっくりしたんですけど、首が何個も飛ぶんで、なんですけど、もう笑えるところもたくさんあったりとかして。まあでもなんか、あそこまで戦国武将のそのボーイズラブ的な描いたのって初めてじゃないですか。あれね、やっぱり戦後の映画やなんか、まあよろず屋さんとか、はい、ああいう人たちと、あと NHK のタイガーとか、はい、やっぱりいい男が、はい、かっこいい役、主役だからやるじゃないですか、はい、高橋茂樹の信長とか、うん、じゃあ実際の絵に残ってる信長なんてネズミ男みたいなちっちゃいやつですか。それで明智光秀が180ぐらいあったり、はい、歴史のあれを見るとね、はい、千利休も180以上だったり、はい、あと嫡男とか、ああいうの子供っていうのは、はい、信長なんか女が30人もいるんだからね、神さんが、うん、だからそれは子孫を作るだけであって、戦場だったらもう故障とか全部20人連れていくとか、もう男同士だからね、それはあんまりだけど描けないんだよね。時代劇としてはめちゃくちゃすっとんきょうな話じゃないですか、うんうん、首に関してね、首って、うん、なんかそのね、戦国武将同士がなんかセックスしてたりとかするし、いきなりお笑い芸人が出てくるし、もう何なんだみたいな。だから本能寺の変っていうのは、今までこうなんとか説とかいろいろありますね。明智光秀の単なる個人的な恨みとか、はい、バックに家康がいるとか秀吉がいるとか、はい、あるね、80以上あるのよ、はい、でもそうすると俺選んだのはしょうがないから、信長が家康をうまいこと言って光秀に殺させようとしたのを利用して、秀吉が信長自体殺せよって、お前が天下が取れって言ったような話でぐちゃぐちゃになっちゃうから、まあ分かりやすく、それでもちょっと難しいんだけど、分かりにくいんだけど、あともう下品の塊なんだよ戦国大名なんてって思う。切らなきゃ切っちゃうわけだから、大河やなんかに出てくるような英雄でもなんでもないしとかいう、そういうような撮り方しちゃって、それが受けたのかもかね。たけしさんの映画って面白いのが多いですけど、同じそのお笑い系で松本さんのやつって僕全然面白くないんですけど、それなんでなんですかね。俳句ってなんだよ、間抜けないように見えても、その5つの中にちゃんとした言葉が5つで完成してるっていう。それ誰が気づいたの。あらゆる場面で数字とか数学とか理科系の知識は芸術の方にも入ってくるんで、分ける必要がないじゃないかと思って、うん、僕は別にその日本のコンテンツが世界で戦えないとは全然思わなくて、相撲なんかめちゃくちゃいいコンテンツだと思うんですけど、だから新日本相撲協会作りたいんですよ、相撲の。これで朝青龍が来て怒ってたけどね、みんな金取られちゃうんだって。日本のコンテンツって地上波テレビ局が全部支配してるから、だからつまんないですよ。でも今勇気あるよね、YouTube、うん、ドキッとしたもん。何でもありですよ。いやでもそれが面白いんですよ多分。